はいどうもこんにちは、Gです。ということで今日も京都で速攻で継承してきました、今年のシリーズ1からの継承ですね。今回リアタイ的にめちゃめちゃ強化が入っていて、フォーク持ちとしては初めてのツーシーム D になりました。で変化量も球威 E と比べてしっかり上がっています。本当は60連目で取りに行く予定だったんですが、30連目で来てくれたんで、その60連目を残してドリームキャラバンの累計ですね、これを引いてから60連目最後引こうかなと思っています。で5周目まで終わらせたんですよ。 A ランクが当たるところまでやったんですが、山本同士当たんなかったんで、今日は称号なしでやっていこうかなと思います。あとは3体持ちは変わらずですね。これが2シーム D で中継ぎができて、でこれが縦カット持ちと、まあ、ほぼ使わないんですけどコレクションみたいな感じで3体持ちで残してます。それから特殊能力ですね、対強打者が祝宴に変わってるんですが、祝宴の方が制球が少し上がるんで、僕はこっちを、まあ、2シーム D と合わせてこっちを使おうかなと思っております。割と歴代最強、まあ、球種も合わせてなんですけど一番強いかなと思うんですけど、みんなどんな感じの評価なんですかね。さあ行きますか、祝宴のみと。全出しするにはね、奪三振が必要なんで、まあ追い込まないといけないって感じだね。でね、やっぱフォークが僕はすごい使いやすくて、フォーク投げておきながら、まあ、本当はボール球がいいんですけど、投げておきながらスプリット混ぜていくのが僕はすごい好き で、ツーシームはねあんま使わない。ここぞって時に使うのが、まあ、ツーシームかなって感じ。あと新しい配球をちょっとね開発したいんですけど、まあ、今のさこういうストレート投げるじゃないですか、まあ、これ普通に反応してくれたらいいんですけど、まあ、見逃すと。で本当は他のボール投げてからなんですけど、ツーシームと。ツーシーム D だと、まあ、結構上からでも入るような形になるんで結構使いやすくなると思う。そんなところですかね。フォークはね結構みんな使わないと思うんですけど、やっぱね回転が少し似てる分絶対使った方がいいと思う。あとはベストピッチですよね。本当にベースピが下手すぎてさ思うような配球ができないんよ。まあそんな感じでフォーク見せておいてからのこのスプリットが結構強いかな。ツーシームの使いどころはねそれぞれなんかみんな違うような気がする。おナイスゲッツ。そうだ、あとねこれここの高速スライダー前話したっけな動画で、これ猛者でも振るんよなぜか。ほらなんでなんだろうねこれね、わかんないけど強い。めっちゃうわ QO なんだ。えやばくないこれ。ツイッターで募集したら QO の方だった。さあ抑えられるのか、祝宴のみ。ちょっと全出し見たいよね。まあ追い込まないといけねえからさ結構難しいかも。普通の配球じゃこれ抑えられないんじゃない多分。こういうのもさあ甘く入った。危ねえ。やべ QO は楽しすぎる。これ抑えたら神だよ。あ変化量いいね。ファールで追い込みました。ちょっと待ってよこれ、どうしよう。お振ってくれた。いやなんかねえか新しい配球マジで。あ落とすんだ惜しいな。ストレートでしょ。やべ入んないで。あやっべやっちまった。ベスピがマジで出ない。僕これぐらいでベスピ OK。 ギリボール球ね。いいいい。でランクだとその後にこういうスプリットでも全然 OK。 回転がね違いすぎるからファールが増えると思う。あとはここだよね。この猛者にこれが通用するかどうか。ファール OK。 難しいマジで難しい。あー入っちゃった。もったいねー今の。外したかった。祝宴か。祝宴 50% なのにさよく出るね。さあ振れ振ってくれ。どうだ。お見逃すか。で配球難しい時はこのボール投げておけばとりあえずランクでは OK だと思う。ドロップカーブなんかうまく使う方法ねえかな。マー君だとさ、まあ、ここら辺から斜めのスライダーを投げたりするんですけど、それとツーシームの使い分けとかね。なんか入っちゃった。うまくできたらいいんだけどな、そういうのも。おナイスベスピ。いいねボール球。いや落ちるか。いや悪くないんだけどね、やっぱりモサはボール球ヒットにするのがうまい。うん振ってくれた。やっぱりよっしゃ2アウト。これ流行るぞマジで。めっちゃいい。アウトコースのスライダー自体さあんまり最近見ないんですけど、高速スライダーならまあ使える。あこれは多分ね2球連続だから振んないと思うんですけど、マジで使えるかな。うん、まあまあまあ今のは説明玉として、はい、悪くなかったかなと思います。小宮山さん不安の残る立ち上がりとなっていますよね。うわっな、よーいよーいは何やってんだよマジで。浅村さんガチで今の。さすがに辛いなちょっと今のは。俺振り遅れねえかな。よしナイス。まあ最高打率何だったっけな、さっき一瞬見たんですけど7割5分ぐらいやったっけな。で考えたらほぼ3点に抑えたと思えば、まあまあいいとこじゃないですかね。おツーシームいいじゃん。あの藤川さんを思い出してほしいんですけど、藤川さんってさツーシームとスプリット2種って結構難しいじゃん。
それと同じような感覚です。だから絶対フォークは使った方が強いと思う。なんかエラーしてくんねえかな、お相手の方も。おい、あ、やばいボールだった。そうだそうだ、モサはね、このインコースのスライダー使うんよ最近。結構振っちゃうからね、今みたいに。あれも強いな。いやでもどうだろうね、これはツーシームいいでも十分強いかんな。なんとも言えねえけど、まあ強くなってるかな。さあ4球目は何か、はい、おーボール球になるかそれ。あーいいねツーシーム D。 9位 E だと多分今のはね入ってるんじゃないかなと思う、おそらく。ってことはインコースのツーシームもね、マジで、まあ、ボール球振らしやすくなるんじゃないですか。やべ、あと1点入れないとこれやばい、追い込まれた。あと1球だ、ホームラン。よし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 、危ねえ。浅村さんのエラーの分は返した。よし、中継ぎで使えないことも考えたら、フォーク振っちゃった。あれ結構反応しちゃうよこれ。やばい、三振しちゃった。やばいやばいやばい。ここのさ、ツーシームの使い方をねちょっと極めたいですね。インハイのいい感じ。あとはいつも通りめちゃめちゃ流すの意識してるなって方には、ここの高速スライダーね、あれを流すとね結構ショートゴロとかなりやすいんで使ってみてください。やっぱモサはさ、ファールの仕方が違うんよ。そう、がっつり当てたファールをしてくるから、あのすぐ分かるんですよね。やばい、間違えてないけどどうしようかな。まあ結構これもランクで使うし、ちょっと見てみる。あー行かれるか、やっぱり入るかな。ナイス、オーケーオーケー、来るかな。よし、ナイスボール球、落ちた。やっぱ重さだよな。そう、ボール球でもさ全然違うから、打球の質が。いや、さっきはやられてしまいましたけども、入っちゃったー。最高打率7割超えを抑えるのは難しいな、やっぱり。浮いた、オーケー。まだチャンスあるぞこれ。まあ少しのコントロールのズレはもうご愛嬌ですね、あれは。そこをねミスらないのがモサなんで。よっしゃー、ナイス。同点いったらこれ結構ね試合的にも面白くなるんじゃないですか。シュートはまあ打つ方としては別になって感じなんですけどね。ボール球だー、やっちまったー、落ちた。ギータが取んなかった。え、待って、なんで坂本さんがいるんだ今日。え、どういう方でなってんのこれ。え、いつも使わない坂本さんがいるんだけど、よくわかんねえ。ワンチャンツーランあるんじゃねこれ。スリーボール、いやボール球か、違ったー、怖え。さあ岡本選手、キレと祝宴か、ミート59。つえらー、やっぱ。まあ追い込まれなければそんなにミートは下がらないかもしれないね。うわっと、フルプレター、これで5走んないか。フルプレター、待って、ツーシームってさ何キロだっけ。152か。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。おっしゃ、うわー切れる。まあ2回裏ぐらいになってくると、そんなにそんなにツーシームは怖くないよね。まあ全体的に、まあ、もう系統かなっていう感じではあるんですけど。うわっ、センター前か。まあ、お互いにちょっともう、ちょっと待って、すっごい、落合さん能力めっちゃ下げられてる。まあスピ3800だからね、強えな。最新スピの山本投手はねもう脅威だわこれは。だー、ちょっと2三振した。マジか、あのカットランクであんま、いやあるか、あるな。ねえ、まあなんだかんだやってくれるブーマーだから。ほら、いい、切れない、すげえいいバッティング。ちょっと待って俺やばい。さあ3ボール、同点弾、2打席連続のツーシーム。グー、もったいない、チャンスボールファウルにしちゃった。よし、よく見た、ランク戦見たくなってきたぞこれ。ホームランで勝ちだ。落ち着いてボールを選びました。チャンスを広げます。バッターは6番山本。飛ばなかったー。